Sì.開幕デモの間にお互い体をほぐし、試合の開始に備えます。デモまで飛ばさず第1ラウンド開幕はバックジャンプ、様子を見ながら姉の体力を削るところと滑空通してさあ、一点将来値、状況が良くなくなってしまった。位置を入れ替えて、ここは無理してカフに行かず、さあ、あれを削りつつ、タックル、カウンターまで、とりあえずは急場しのぐ。離してパッチュー、走り追い込んで位置が頻繁に入れ替わる。ジャッジに落として勝利をぶっ放して、さあ互い一触即発の状況が続く。体力はお互いに残り4割から5割程度。裏に回って竹山読んでいた、バーストまで読んで、最後の一撃をかわしていく。まだわからない。しかしこの状況苦しい。カスヒットしてしまった。さあどうなる。勝利を打って、さすがに時間が足りない。さあ、エースケ、チョウともにバーストがこのラウンド使えるのは1個ずつ。裏回り、さあこれは補正を間違えてしまったか。途中から ガーフではなくめくりに変更。さあ補正計算が若干怪しかったか。しかしカウンターだね。時間を稼いで姉の体力を回復させていきます。8人で止めて投げを通して台盤にはきっちりバースト合わせたのを読んで、仕上がっていたエースケカルル。さすがに常にライチとやっているだけはある。
常徹底しているヒマジンバルケン。すごい、すごいですね。なかなかすごい。さあ、姉の各種電撃行動を続きつつ、フロントステップ投げ、ここはリバーチで抜けるところを持続性技で止めてはいたが、さあクーバ投げ、投げ抜け、さあ今兄さんの対策がしっかりしている。追い返すためにはバレル側も姉を使っていかなくてはいけないが、釣り行動を繰り返されて姉のゲージを消費してしまう。この循環が非常に苦しそうに見える。さあこのヒットからは一回落として、ここでバースト当て待ち2で落として、ここはラッキャン無理を渡って8人がスカル、タイミングが合わなかった。あれ起動して、さあヒマジンさん的にはこの隙に攻め入りたいといった感じだろうか。裏回り落として、このままでヒマジンさんにもワンチャンスある。アレグレット、残り体力が少ない時にはこれは非常に強力です。中段から小関に投げ、火鉢までは読んでいた。三振、姉が邪魔になっている。位置を入れ替えて荒らしていった。さあ姉がギリギリ壊れていない。ここでバーストを使って、今のは下段だったか、落として、2円からつなげたが、おっといろいろつながっていなかった。つなげして、ここでバースト。さあひまじいゲージは 100% バーストもあって、ほぼ盤石の状態。捕まることを警戒しながらじわじわと時間を使っていく。対してエースケは姉の残り体力を気にしながらも捕まるのを警戒していたが、飛び込みジャンプ B で勝ったのはヒマジンバルケン。とてもしばらくの間別ゲームをやっていたとは思えない鋭い立ち回り。いや僕バルケン使いでもカルル使いでもないですけど、なんか肝になってる部分がすごく分かりやすい、すごい試合でしたね。レベルを上げて物理で殴ればいいバルケン。コンディってチーム別にありましたけどね。さあバルケン、バルケンノーキャラ戦、なかなか珍しい。いろんな方向からダーダーという声が聞こえてくる。ダウン戻って中段、さらに下段、お互いにキックカウンター、狼立ち火で迎撃。ヒマジンさんのフェイント行動は非常にやりづらい。狼の突進を潰す行動を置いておきづらい。さあボールドリットが見えたが、タックルが使ったところにスタンダードの横タックルが入って、一歩飛んでいくのはヒマジンバルケン。さあガードポイントはどこではいたが、ちょうどスカッタ、さあ裏回り、ここはバースを使っていく。向こうは硬いリードしているか、さあ中央の同点、これは補正切り、投げを通して
ガードポイント切り返し、何を通して、これは痛い、たまらずバースト、これは上りクライマーが一度状況非常に苦しい、確認している、画面をこの16対9の広い画面を所狭しと狼がぐる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 飛び回っている、手紙がついて、これは経営にひじめ、バズルプライマーが残り1個になりながらもラウンド取り返していく、さあしかしヒバジンバルケ、ここでまだバースト2個残している、カンダーからゴシゴシ切り返して、中段からオーバーミゲージ回収、小投げを当てて、ね、タックル落として、コンボミスってしまったが、タックルカウンターから電流を出てゲージを吐いていく、ダウンを取って投げでした、さあ簡単なルートをしっかり選択して殺しきり、イマジンバルケンに立て、最後大将出てくるのはガリレオライチ、全国的にも数が少ないバルケン戦、どこまで見つめているのか、80分遅刻あとジャンピング土下座ってやばいですね、さあ後にはない、ガリレオライチお互いに金賞報道士、しかしこちらの地方ではライチの数が現状そこまで多くはない、イマジンさんのホームには1人いるので、それに対してどこまで、まあ、ライチ対策というか見つめているか、西井いつから、3700治療ポイント重いダメージを取っていく、さあ腰暴れから立ちくらい継続、ゴミ対空から一応リタイル、勝利は使ってカウンターサルト、さあ画面端に追い込んで4D、コマンドミスをしてしまったか、ひとまずはジャンピージャンピージャンシー 6C 大車輪、ここから上り中段安定ルート、1ラウンド追っていくのはガリレオライチ、オオカミに対して棒を飛ばしていく、ロシー勝利締めダメージを取って裏回り、西三振三発止め、ジャンプ逃げ、ここはガードポイントで取っていた、三振八発、ここは直接投げ、1位からたまらずバースト使わざるを得ない、車輪を打って狼を牽制しつつ、しかし大きく空中に逃げる、初まで出して素晴らしい確認、ガリレオライチ、さあ大将引きずり出した、四国の帳消し、しかし帳消しにするならここはぜひ勝っておきたい、すいませんプレッシャーを与えてしまったようで、
対して大将として出てくる豆誠ももう後がない。誠ライチ、はい、一般的にはライチ側結構面倒くさいと言われている組み合わせがありますが、落として復帰をしないと拾われます。いつへ使って画面に追い込む、落として西食らってしまった。これは痛い。さすがにコンプミスしなければラウンドは確定でしょう。さあ一歩取っていったのは豆誠、セットカウント、もうカウンター、バックして通して、裏回りが立ちになった。勝利は化けたか、6位から初宮までトス落として、ここは復帰、もう飛ばして投げ、暴れていった。ロクシーが更新になる。ここでバースト、おっと当たって、さしかし中央なのは冴えましたか。バースト、さあ勝負どころ、当たらなかった。しかし位置が悪かった。これはさすがに勝ったのは豆誠ということで。